なんかエポカウントされてる方もいればいや、ものすごいもうメモを取る勢いで食い入るように見てる方もいらっしゃればという感じでしたけれども、かなり難しい。いや大変ダメになりました。ありがとうございます。さあ、そしたらじゃあもう一個裏技いいですか、ね、あ、いいですよ。いいですね、あとですね、佐野さんとかのブログで書かれてた、僕はブログで、ドラムはサンプリングである、そうなんですね、 DSM は、はい、それをあのですね、生かしたやり方、はい、裏技ですね、はい、超裏技です。超バグじゃないでしょうね。ボトンができないっていう、あのですね、DS10 ってこのセッティングをロード時にあの、音声でサンプリングして、ロード時に読み込めちゃうんですか、なので今からやることはロード時に読み込めないようなことをやります。あ、つまりバグを逆手に取ってるみたいな、いうことですか。バグじゃないですよね。これは、オクターブ変えます。それをね、あ、そうですね。これはかなり危険だ。これ、お、今撮りました。はい。あれ？あれ？お、出てこないですね。本当にフランスじゃないですかこれ。あ、今すみません。もう一回やってください。もう一回やらせてください。はい。大丈夫ですか？これあの今日実は今この場にもあの。担当プログラマーがいるんですけども、ドキドキしながら今見てると思います。これじゃないですね。これは分かりました。あ、何ですか。おそらくミュートしてるんだと思うんですよ。あ、これだ。これでした。あら、レベルが下がってました。おっとこれで撮った音、変な拍手が出ます。これはそうですよね。あの、そう。これ要はサンプリングするタイミングを、そうですね。お客さんバグじゃないですよ。これ。バグじゃないですよ。ロード時にはこの音にならない。できないんですよね。そうです。あのロード時って要はあのセッションをロードした時にはこれは実現できないっていうことですよね。なるほど。そうですね。これはわあ、どうもありがとうございました。裏技ですね。これをまた曲に使ったり。なるほど。じゃあ、あの、まあ、時間も残念ながらあれなんですけど、最後にちょっとあれ行きましょうか。こっそりと、デバッグの時にですね。デバッグの時にいろいろ曲を作ってまして、デバッグがてら、僕の個人的にですね、2枚目に買ったアルバム、金森さんが人生の中で2枚目に買ったアルバム、中学生の時にですね、坂本龍一さんで千のナイフ、千のナイフって皆さんどうですか。ありますよ、その中からそうですね、あのコンピュータープログラマー増田秀樹さん、最初にあのクレジットが載ってるぐらいあの活躍されたんだなと。はい、ちょっと待ってね、実はですね、松竹さんいらっしゃったんですよ。